ロードアイランド。ロードアイランドは、アメリカ海軍の戦艦。バージニア級の小番艦。艦名は、ロードアイランド州にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ロードアイランドは1902年5月1日に、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦所で寄港し、1904年5月17日に、カイシーデュメンプジンによって、命名、浸水。 1906年2月19日に、初代艦長、ペリーがアースト大佐の指揮下収益した。ロードアイランドは広範囲な成長航海及び、公焼け身をバージニア州ハンプトンローズとボストンの間で行い、1907年1月1日に、大西洋艦隊第1戦隊第2部隊に配属される。1907年3月9日に、ハンプトンローズを出港し、 キューバのグアンタナモ湾で砲撃訓練及び艦隊作戦行動を行う。その後北に向かいハンプトンローズとケイプコット湾の間を巡航した。1907年12月8日にハンプトンローズに到着。ロードアイランドは他の15隻の戦艦、魚雷艇部隊、輸送艦隊と合流する。ルーズベルト大統領は12月16日にグレートホワイトフリートを越し、 最初の世界巡航に送り出した。ロードアイランドはトリニダード、リオデジャネイロ、プンタアレーナス、カヤオ、マグダレーナ湾を訪問し、1908年4月14日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。艦隊は7月まで西海岸に泊まり、ロードアイランドは6月にピュージットサウンドに向かう。全艦隊は1908年7月7日にサンフランシスコを出港し、 ホノルル、オークランド、シドニー、メルボルン、マニラに向かう。10月2日にフィリピンに到着し、ロードアイランドはマニラから横浜に向かう。10月末にフィリピンのオロンガポに戻り、12月1日にカビテオ出港、コロンボ、スエズ、マルセイユ、ジブラルタ両訪問し1909年2月22日にハンプトンローズに帰還する。オーバーホールのため、 ニューヨーク海軍交渉入りし、その後、ロードアイランドは1909年3月8日に第1戦隊第3部隊に配属される。1910年まで大西洋艦隊に所属し様々な訓練演習に参加した。1910年10月20日に第1戦隊第4部隊に配属され、ロードアイランドと艦隊はヨーロッパ水域への展開前の11月2日に、 ボストンでタフト大統領の艦越を受ける。艦隊は訓練を続け、ロードアイランドはイギリスのグレーブズエンドを訪問。1911年1月13日にグアンタナモ湾に戻る。1914年に第一次世界大戦が勃発するまで、ロードアイランドは大西洋艦隊での任務を継続した。1912年6月から7月の間にキーウェスト、 ハバナ、グアンタナモ湾を巡航し、その後は、ハンプトンローズとメイン州、ロックランドの間で、作戦活動を行う。ロードアイランドは、大西洋艦隊第一戦隊第三部隊に、配属され1912年7月17日に、帰還となる。8月1日にニュージャージーと、帰還任務を交代した。1913年6月28日に第一。 戦隊第三部隊司令官機がバージニアから移され、1918年1月14日まで、司令官が座上した。1913年末にロードアイランドは、メキシコの正常不安のため脅かされた米国市民、及び権益保護のため、メキシコ水域を巡航した。1913年11月4日に、ベラクルス機に到着し、1914年2月まで、 タンピコとツースパンの間で作戦活動に従事する。2週間後にグアンタナモ湾からバージニア水域へ向けて帰還する。ロードアイランドはドック入り及びオーバーホールを行い、1916年まで砲術訓練、艦隊演習を定期的に行う。そのまま東海岸で行動したが、しばしば南方に巡航した。1914年10月から1915年3月、 および1916年1月から2月にかけてカリブ海の港湾訪問を行う。1914年12月19日から1915年1月20日までロードアイランドは第一戦隊第四部隊の機関であった。ロードアイランドは1916年5月15日にボストン海軍交渉で予備役となり、翌日大西洋艦隊から除籍された。 ロードアイランドは1916年6月24日から9月28日まで大西洋艦隊予備役艦隊の最高司令機を掲揚した。1917年3月27日にハンプトンローズで最終駅し、5月3日に大西洋艦隊第3戦艦隊の司令艦機を掲揚する。戦時即応状態を整えるための訓練、非常時訓練を繰り返し、 その後対潜水艦紹介任務を与えられたロードアイランドはメリーランド州タンジール島沖で任務に従事したハンプトンローズを拠点として1918年まで活動し同年4月に第2戦艦隊へ配属される海外配備準備を整えたままロードアイランドは1918年6月に特別水雷公務を行う1918年11月に戦争が終わり ロードアイランドはフランスからの帰還兵輸送任務が命じられた。何百もの寝台が増設され、1918年12月18日から1919 19年7月4日の間に5回の大西洋横断を行う。ロードアイランドはフランスのブレストからハンプトンローズ、ボストンに5000名以上の兵員を輸送した。ロードアイランドは1919 19年7月17日に、 ボストンで太平洋艦隊第一戦艦隊の機関に指定され、7月24日にボストン海軍交渉を出港、パナマ運河地帯のバルボア経由でメアアイランド海軍交渉に向か1920年までメアアイランド海軍交渉に止まり、同年6月30日に予備役となる。ロードアイランドはワシントン海軍軍縮条約のも 1923年10月4日に廃刊となり、1923年11月1日にスクラップとして売却された。ロードアイランドの館内事象は、プロビデンスのロードアイランド集会議事堂に展示されている。1997年にマーシャル諸島でロードアイランドの記念切手が発行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。